さんこんにちは。こんにちは。フジテッタのタクト。リュウです。あれです。イエーイ。はい、というわけでね、本日はですね、南海電鉄の四条院橋駅に来ております。で、ここ。本日はですね、南海本線の西の里玉まで、はい、来ております。来ているんですけども、本日はですね、ここから高野線で、のもともと終点駅だった本日は塩見橋というところに行きたいと思うんですけども、実は高野線とは今は繋がってないわけです。なぜかというと、まあ、詳しくは、まあ、今からちょっと実際乗ってみて、はい、喋っていけたら。今出発していった、あの車両が塩見橋の車両、塩見橋線2000系かな、2200系です。詳しいの、まあ、じゃあ後でまた折り返してきたあれに乗ると、はい、サザン来た。こちら塩見橋方面ということでね、朝は5時55分から、約30分おきに、電車が来ています。こんな感じです。基本25分と、毎時25分と55分が来てるみたいですね、はい、最後の終電は、10時25分までですね。早いよ。早いよな。はい、夜中も出てる。ではこちら6番線の塩見橋方面行ってみましょう。じゃじゃーん、岸の里玉まで。というわけでね、こちらの岸の里玉まで駅では、実は三つ路線が、存在しており、南海線と空港線、そして、高野線と仙北高速線と、あと、あとこの塩見橋でございます。で、塩見橋の駅数が6駅です。6駅、じゃじゃじゃ、6駅もありますね。でも全部分岐って感じで、あれ NK06 マイナー、06の1とか全部とか、星線扱いですね。はい、もう昔はもうバリバリ本線やったのにね、感じになっちゃって、ほんまに。で、あの駅の紹介です、岸の里玉で駅で、西天ヶ茶屋駅、津森駅、木津川駅、芦原町駅、塩見橋駅、はい、津森、はい、津森が、津森ってあのソフトバンクのピッチャーの、ちゃうわ、違いねえ、お前これさ、サブチャンチャーでメインやぞ。メインでもボケと、はいよ、ボケだ。はい、本日実はサブチャンも撮っておりましてね、ぜひそちらも概要欄、そして最後のね、エンディングでも、チャンネル出てくると思うんで、ぜひそちらも、フォロー&チェック、そしてチャンネル登録と、そして高評価でね、まあコメントもね、まあ、やっていけたらなと思います。このね、あのメインチャンネルでは見れないような場面も、そしておっちょこちょいなとこも、リフトの裏もご覧いただきます。はいね、月1ぐらいでアップできたらなと思ってるんですけど、だんだん、まあ、走行回数増やしていければなと思っています。あっ、次来るのが、次これじゃあですね、3時の25分に引きますね。引きますというか出発ですね。基本なんか駅は出社する10分前ぐらいに来るみたいなんです。では行きましょう。3人ぐらいお客さんいますけども、ヒットは6000系とほぼそっくりです。でもほぼ一緒やん、なんか内装もほぼ一緒だけど、曇りがすごいです。この
車両の扉とかって言いますね。僕にとってはあの高野山から始まった高野山の高野山の高野山の山登る電車となって山登れる電車となっています。すごいよね。運転席はね、もちろんご覧の通り、2ハンドルです。その他に6300は何も変わりません。でもこちらね、共産って書いた中のやつになります。この辺はもう6300と一緒ですね。ただこの電車、昭和45年生の東急ですよ。もう一回にしないかったです。コリドリプッシュ。1つ目の駅、西天ヶ茶駅に到着です。こう、駅舎を見てみましょう。見てください、こちらめちゃくちゃ古い、やばい。というわけでね、1つ目の駅は西天ヶ茶駅でした。では、2つ目の駅、レッツゴー。キーなんですよ。普通やったら、普通というか最近の路線だとキーじゃないと多いんですけど、キーになってるんですね。かなり力地を感じます。なるほど。そうですね、バラストやばいよ。水たまりがすごい。普通やったらこんなん営業停止やね。そっか、早いな。2両なんでね、やっぱり加速は負けてないよっていうあれですね。塩見橋線は、住宅街のすぐ横を駆け抜ける高野線みたいな電車ですね。すぐ横、住宅街上だね。まもなくね、津森駅に到着です。またまたすっごい駅やな。
静川駅に到着でございます。またまたすごい雪やな。勇者はかなり多いですね。想像より多かったね。もっと週間行けるのに。塩見橋と。うわ、人間スパイスですよ。ほんまで何てるこれ。ね。思ったんですよ。あれと。ちょっと伏線空間続いてるのに電車が来てないじゃないか。皆さんそう思いますよね。実はね、塩見橋線はね、列車こちら、2200系2233F が、実は、この一両だけで、運転をいたしております。この2200系でもうすぐなくなるらしいです、はい、なんか新しい編成に置き換えということで、ね、この2000系というやつに置き換えたらしい。そうなの、劣化でこういう塗装がもうバッキバキになっていますけども、ちょっと待って、あのなんか変な腐った木がありますよね。これではないでしょうか。ゼロって書いてる。というわけでね、こちらスタンプコーナーもございます。でね、実はこの駅、駅出ると面白いんですよ。というわけで、大雨の中ですけども、今から駅を出たいと思います。はい、というわけで駅一貫出ます。出たらね、実はここでこちらね、見てください、じゃじゃーん。こちら駅が実は新しくなりまして、新しくなりましてね、外観が変わりました。塩見橋ということで、はい、こんなん普通の駅に導入してくれてもいいと思うんですけどね。あのロゴ可愛いですね。塩見橋ということで、いやなかなかでも年季の入った駅やな。見てもめっちゃいいっすね。駅はこんな感じです。というわけでね、で、隣には阪神の桜川駅がございます。はい、というわけでね、
曜日が旬の、こちら紹介動画でございましたけど、皆さん気に入っていただけたでしょうか。皆さんもね、もちろんましたので歴史を感じることができるコンテンツとなっておりますのでね、ぜひ見に行ってみてください。はい、というわけでね、まあ僕的に感じたのはね、やっぱり周辺バス停の駅それぞれにね、まあ、個性があるというか古くて個性のある駅だなと思いました。というわけでね、まあ、こんな感じで本日はね動画を終わりたいと思います。そしてね、私たち、Twitter や Instagram そしてブログやってますので、ぜひフォローお願いします。お願いします。そしてね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。